ブログチャンネルをご覧の皆さんこんにちは奈良支部長の山崎です今日皆さんにご紹介する本はこちら、えー、稲森和働の実践アメーバ経営の本になります、えー、私ですねケアマネージャーの事務所の管理者をさせてもらうようになってあの再三ですねちょっと意識するようにはなったんですがこの本の中で再三とはリーダーの意思と行動の結果である ということで厳しく書かれているんですが、私本当に数字が苦手で苦痛なんですが、やっぱりこう何とか向き合わなきゃこう福祉業界良くなっていかないなっていう思いがありますので、苦しみながらこの本を読んだというまあ、読んでいるというところになります。ぜひあの皆さんもですね、あの再産定再産を作るには っていうことを考えるきっかけになるかと思いますので、あのー、ご興味ある方は手に取っていただけたらと思います。それでは今日も素敵な一日となりますように。